マニア高等学校クセコーチから来ました三村健人です。今日は湯浅薬局に来ました。薬剤師について知りに来ました。今からリポートします。薬剤師とは、調剤や医薬品の供給ができる国家資格です。いわば、薬を扱うスペシャリストの資格です。今回協力していただいたのは、湯浅薬局の薬剤師、戸井和弘さんです。はい、資格があることでできることは何ですか？薬剤師の資格があることでできること、そうですね、実際に主な薬局の薬剤師の業務っていうのは処方箋ですね。まず病院に行って、患者さんが行って、治療を受けてこられる。でその時にお薬を出しときますという時に処方箋っていうのをもらいます。でそれを受けて、でその処方箋通りにお薬を取ってきて調剤をして患者さんにお出しするっていう一連の業務なんですけども、その最終的に患者さんにお薬を説明して渡すっていう業務自体はもう薬剤師しかできない仕事になります。でそれ以外にお店の商品って言って OTC 医薬品って言って、こういう風邪薬ですね、頭痛薬とか、こういうのを売ったりすることもあるんですけども、当然患者さんから相談を受けた時に売るんですけども、その中でも一般にドラッグストアとかで気軽に行って売れるものもあれば、薬局でしか売れないっていう、ちょっと安全性の面で薬剤師に相談した上でじゃないと売れないっていう薬があって、で薬剤師だとそういうちょっと難しいお薬も扱えると、実際にそういうことができるということですね。患者さんから処方箋っていうのを受け取ると、この書いてある薬の内容ですね。で薬の内容に応じて、その薬を取ってきます。で今朝とか昼とか夜とかたくさん薬を飲む人がいるので、ひとまとめにしてます。で朝は朝でこれを飲んでください。昼は昼でこれ飲んでくださいっていうのをひとまとめに。今ちょうど作業中でね、そこを作ってるところなんですけども。で紙媒体なので、これを電子媒体にしてパソコンに入力っていうのをしていて、でその時に、前回までどういう薬が出ていたのかとか、そういうチェックをします。で処方は間違ってないかなとか、前回とお薬変わってないなと、今回も同じお薬だなっていうのをチェックさせてもらいます。で、お薬今どんなの飲んでるのかなっていうのをお薬手帳って言って、そういうのでもチェックしています。患者さんが必ずうちの薬局だけに来てるとは限らないので、他の薬局でこれ飲んでるんだなとか、そういうのもチェックします。薬剤師にしかできないことってあると思うんです。例えばお医者さんのとこに行った時にはちょっとこう気を使って、実は思ってることがあったのに言えなくって、でも薬が出てで薬局に来るっていうこともあるんですよね。で薬剤師さんだったらちょっと話してみようかなって言って、検査の値とか持ってきて一緒に見たりすることもあるんですけども、そこでこう自分の持ってる知識を持って、そのこれはこういうことですよとか、ちゃんと説明できるのはもちろんだし、安心なら安心できることなんだっていうことをきちんと伝えられると、患者さんもすごく喜んで帰ってもらえるので、そういう意味ではすごく責任感がある仕事とは言えますね。薬剤師しかできない仕事だと思います。薬剤師を目指している人たちに一言コメントをお願いします。そうですね、本当に患者さんと接するということでとてもやりがいを感じています。なので勉強大変なんですけれども、実際今現場ではまだまだ薬剤師で足りてないんですね。勉強が難しいのも一つありますけれども、ぜひ国家試験、薬科大学出て勉強して薬剤師になるっていう方はもう決めたからには頑張って勉強してなってほしいなと思います。現場でお待ちしています。